帰りなさいって誰もいない。暑いこの部屋。よいしょ。皆さん、そういったわけでね、今日はあの仕事帰りの独身男の夜ということでね、今日飯買いに行って料理作って酒をちょっと飲んだね風景を皆さんにお届けしたいと思います。まあ、本当ね、ただおっさんが食べて飲むだけの動画なんでね、つまらないかもしれないですけども、皆さんご視聴ください。今日はね、ちょっと何作るか決めてないんですけどね、これから買い出しに行ってね、なんかパパッと作っちゃいましょう。それではちょっと行きますか。ちょっと行く前に、アレクサ、ちょっと面白い冗談を一つ言ってくれないかな。お前の店繁盛してるかい？えへん、自慢じゃねえが、よく行列ができてるぜ。店の前がバス停なんだ。バス停か。そりゃ行列できるぜ、アレクサ。ありがとう。またいつでもどうぞ。ありがとう、アレクサ。行きましょう。私の家の近くのね、ベトナムのローカルスーパーバコアさんにやってまいりました。こちらでね、買い物しちゃいましょう。卵25,000ドンだ。豚のひき肉買おう。あとは豆腐買うか。困った時の豆腐だな。キャベツ買おうか。8,500ドンか。おお、カバン。カバン。おラッキー。割引してくれた。そうだ、なかったからそうだか。このセブンアップのこのノンカロリーのこのね、ソーダ、レモンソーダ、うまいんです。この顔、ちょっと酒飲んだらラーメン食べたくなる。このラーメン買います。これでお会計しましょう。はい、買いました。12万3,000ドル。このね、路地にね、すごい美味しいブンティヌン屋さんがありましてね、そこのね、揚げ春巻き買いましょう。まだ売ってるかな。つまみに最高です。ここのね、春巻きが最高に美味しいです。ブンティヌン屋さんなんですけど、本当にうまいです。ボリュームもあってね、この揚げ春巻き酒と一緒にいただきましょう。2個買います。3万ドン。あとこのね、路地にあるんですよ、こうやって。すごいでしょ、もうヘムに囲まれたこのお店。それでは帰りましょう。よいしょ、帰ってまいりました。危ない。ちょっとソーダを冷やそう。あ、俺ご飯あったかな。ちょっと、あった。このいざとなったら、この皆さん冷凍してください、ご飯は。それでは私、ちょっと飯作る前にね、着替えるんでね、失礼します。よいしょ。とりあえず目障りなものは全部どかしました。私の部屋は5階にあるんですけど、ここの戸を開けるとね、もうね、向こうも開けてるんですけど、もう風がすごいね。もう本当にザ・ブームの風になりたいぐらいね、もう私も今は風になってます。料理作りましょう。ちょっとご飯作る前にね、この揚げ春巻きくんいただきませんか。すんごいうまいです、これ。ちょっと待った、忘れた。やっぱり皆さん、お酒と言ったら男梅サワーですよね。これでやっちゃいましょう。いただきます。うわ、強いけどいいね。最高。いいのよ、平日だけどね、たまにやっぱりこうやって飲みたいですよね。私はもうね、週1でだいたい土日に飲む派なんですけど、ちょっと今日はね、どうしても飲みたい。先ほどの揚げ春巻きくんいただきます。あの、ご近所のスーパーに売ってたらすぐ買ってください。もう酒と合う。うまい。うん、家にあったすき焼き肉豆腐、これとあとね、この塩昆布使ってね、何か作ります。はい、このね、ちっちゃいまな板でいきます。なぜかここに置いてあるニンニク使っていこう。
私は週3ぐらいのペースでね、家で自炊してますね。夜ご飯ですけどね。皆さんはどれぐらいされておりますか？まあ、どうしても朝ごはんとかね、昼ごはんはね、外でベトナム飯とか結構食べるんですけど、家で自炊するときはね、なんかこうなんちゃって日本料理みたいなねのを作ってね、自炊はしてますね。あと週1回ぐらい日本食かな。普通の日本人の人に比べるとそんなに外で日本食食べるってことはないですね。まあ、お金もかかるからね、自分でこうやって作った方が結構経済的ですからね。やっぱ風が強いからやばい、ニンニクのこの殻が相当飛んでってるよ。さっき見せたのすき焼きのね、肉豆腐みたいなやつ、ああいう元があるとさ、す本当に簡単にさ作れるからね、疲れて帰って仕事で帰っても簡単に作れちゃうから、いいね。もういいだろ、もうそんなにね、もう男の料理だから、もうみじん切りなんかもう適当な切りで OK です。はい、よしできた。油にニンニクを入れまして、ここに先ほど買ったひき肉を投下。この隙にさっきのご飯を解凍しよう。ここでこのすき焼き肉豆腐、こちらに以前私がね冷凍していたネギ入れちゃいます。ネギはこうやって刻んでサランラップに巻いていけばね、1ヶ月ぐらい持ちますからね。皆さんうまそうになってましたね。でここでネギを入れましょう。うまく出来上がりましたね。食べましょう。あれ忘れてましたね、このキャベツ使って一品作りましょう。でもラッキーだったな、まさか割引シールを貼ってくれるとは。主婦の目線で僕ねスーパー行ってますからね。よいしょ、こんなにいらないかな。まあでもいいか、いた。よし、これイオンでも売ってますからね。これトップバリューですからね。これをこうやってダザってかけまして、でこのごま油、これが味噌なんですよ。これをパパってかけてね、でこれをねザーンと混ぜていきます。ザーンとね、できました。俺の一品、キャベツと塩昆布、これがねうまいのよ。これでねもう酒のつまみになります。この塩昆布の塩とキャベツがすごいマッチして、でごま油のこの最後のパンチ最高っす。はい、できました。俺の肉すき焼き豆腐完成。やっぱりこうやって飯をさ一回炊いて冷凍して置いとくっていうのいいね。よいしょ、この飯は後でねあのラーメンに入れます。いただきます。最高だ、三つ星レストランだ。やっぱこのさ男梅サワーって衝撃的に美味しいですよね、私にとってですけど。最高、うん、うめえ。さっきのあれがあったらこんなのもう子供に惣菜で買ってったら5本ぐらい食べるかもしれないね。日本にいた時も私結構自炊してたんですよね。日本にいた時の方がやったかもしれないね。でもベトナムの自炊の難点っていうのは、日本だと自炊すれば安いじゃないですか。ベトナムはね外で食べるよりも高くつきますね。すいませんね、私が飯食うとこだけでね。ちょっと待った、すいません。今日の大谷翔平選手見るんで失礼します。 MLB 見るならっていうその打球の入ったでしょ。大谷選手やっぱすげえな。最初と調子悪かったけどね。いやすごい、まあ、これが僕の日課です。まあ、なんか家帰ってさ料理するのもいいよね。なんか料理するとすごくなんか気分が晴れる時ありますよね。そうそう、なんか何くそってさ、あの部長、あの部隊、いやまあ大丈夫や、なんとかなるから。うん、
ょっと入れすぎたな。そうだ、最近私ね、あのいいもの買ったんですよ。これ番犬ガオガオ、もうこれねあったら土曜日酒飲みながら一人でも楽しめるから、ぜひ皆さん買ってみてください。こうさ、骨をこう取っていくのよね、一つずつ。これはお子さん、番犬ガオガオか、名前がいいな。ごちそうさま。最高。ちょっと小腹空いた時のこの柿の種ね、食品とか調味料とかね、いろんなもの手に入りやすくて、その建物の中の部屋変えてもらいましたからね。さっきのキャベツは残り、まあ、そんなにいらない、普通の2袋ぐらい食べちゃうんですけどね。さっき飯食ったからね、とりあえず1袋分作りましょうか。よいしょ。ベトナムもすごいいっぱいの韓国麺出てて、辛いラーメンとか、まあ、辛ラーメンとかあると思うんですけど、これは辛ラーメンのね半分の値段で買えます。うまいです。これも酒飲んだ後のラーメンって最高っすよね。卵とキャベツあったらね、もうねラーメン簡単にできちゃいますからね。2つぐらい使えますか。完成、ラーメン。見栄え悪いですけどね、家にあったキムチ。この鍋から直接食べたいのよ。これよ、これ最後これしないと。皆さんこういうことされないと思うんですけどね、私はします。ごちそうさまでした。明日仕事休もう、休もう。投手と松井裕樹投手が所属するパドレスを、鈴木誠也だな。もうね結構な時間になってまいりましたけれどもね、ちょっとやっぱね、皆さんやっぱご飯食べてお酒飲んで、でラーメン食べるじゃないですか。その次皆さん何ですか。その通り、やっぱりね甘いもの食べたくなるじゃないですか。甘いもの食べいきましょう。すごい夜涼しいね。ベトナムもね、意外とまあ行くかどうかは別ですけれども、まあね、その郊外とかになるとね、もう夜のね11時ぐらい過ぎたらもう本当にあのバイクの量っていうのはね、本当にびっくりするぐらい減りますからね。本当にこういう大通りでもね静かになるんですけれども、いいね、こうやって若者がティーを飲みながらさ、ちょっと私も混じりたいね。ベトナムホーチミンの方はね、カフェでも24時間やってる場所とかね、夜深夜ですね、遅くから夜遅くまでやってるねお店も増えてきましたからね。昔はなんか9時とかになるとね閉まったりとかねするカフェ多かったんですけどね。まあ甘いものって言ってもね、食べるのはアイスクリームかね、もしくはまあシントーとかね、あのスムージーですね、それぐらいになるんですけどね。ミーシュ食べようかな。酒飲んだ後のラーメンとか甘いものは最高だよね。食べよう。日本はいくらぐらいなんだろう。これはね、日本の方もできたみたいですからね、このねミーシュね、本当にねこのアイスクリームね、あのバカにできないですよ。安くてうまい。まあハーゲンダッツに比べたらそれは皆さんまあまああれですけど、この2万5000円でこのクオリティはねもうすごいです。いただきます。ここのアイスクリーム屋さんも多分11時ぐらいまでやってんだよね。ただこのミーシュエもホーチミン市内できすぎて、ちょっとあの閉まるお店もちょっと増えてきてますけどね。コンビニ並みにね、あの近くにできたりしてるんで、このタピオカとアイスのコンビネーション。ちょっと今回の動画本当ちょっとごめんなさい、統一感がなくてね申し訳ないです。もう取りに行く時間もないし、編集する時間もないですし、本当に申し訳ない。次はねもう僕
頑張ります。すいません、こんな回でね。ただ1週間に1回は絶対出すっていう決めてるんです、僕は。すいません、私も彼のようになりたい。ごちそうさまでした。うまい。いいのよね、これぐらいの時間帯、涼しい。いいね、風がいいわ。風になりたい。家に帰るとね、もう外に出ることほとんどないんでね、10時とかってあんまりこうやってね歩くこと、まあ、YouTube で動画撮るぐらいだけで、そんなにね通常歩くことないんでね。これいいな。またさ、ホチミンのこういう郊外の夜は夜でさ、なんかいいよね。まあこうやって私ね一人で今夜歩いてますけど、まあ私はな、まあおっさんの男性ですけどね、まあ女性とまた違うんですけど、まあそんなにこう危ないっていう感じはしないですよね。まあ日本、まあ、バイクが多いだけでね、日本と同じような感じで私は夜こう歩いたりはしてますけれども、まあこうひったくりとかね、そういうのはまあ気をつけるぐらいですよね。いいわあれ、飲んでますね。もう家の前でテーブルを置けばああやって飲み場になるからな。皆さん、あの日中はね、今ね本当ね、あの暑すぎてね歩けないですからね。夜はねこのぐらいの時間帯は本当に涼しくなってきて歩くのにはもってこいなんですけどね。いかんせんただね、これね店が閉まっちゃってますね、郊外なんでね、このベトナムのこの雰囲気をね感じるのはね、いい感じのこの街並みですよ。これ電動バイクだわ。今電動バイク流行ってて結構街中走ってるんですけど、音がしないからね本当は危ないですよ。本当に音しないよね、すごいよ電動バイク。これまっすぐ歩いていくとね、あの川沿いの方に着くんでね、ちょっと歩いていこうか。まあね、日本なんかいた時なんてね、駅まで行くのにさ10分ぐらい歩くのなんか別にザラじゃないですかね。ベトナムにいたらほらバイクがあるからね、やっぱりこうどうしてもなんか歩くっていうとね抵抗感ありますけどね。全然いいのよ、この辺りもこうやって歩くのがさ。こっち行くとね、まあ、あの空港っていうか、まあ、タンビンの方、まあ、空港っていうか、まあ、タンビンの方ですね、向こう側行くとね、まあ、イックの方の方に出るんですけれどもね。ドリアン売ってます、1キロ8万ドンだって。タイのドリアンって書いてありますね。食わず嫌いなんでね、今度食べてみましょうかねっていうね、結構なんかそんなことばっかり言ってるんだけど食べてないから、こっちの辺も入ってこうかな。今ねもうあのどうやってこのビデオを終わらせようかっていうのを必死に考えてます僕。明日仕事っていうことがちょっと頭にいっぱいだわ。もうザ下町って感じじゃないですかこの辺りね。えいいね。でもねこの辺りもやっぱ朝早くからね、結構あの朝食売ったりするところがこう出たりしますからね、こういうところは。もう皆さん寝てるんじゃないね。で電気ついてたわ。でも意外と9時とか10時にはもう皆さんね寝ますからね、早い人だと。今は10時15分だ。ここ何屋さん、ビールも売ってんだ。こここうやって歩くとさ、こういうところなんか新しいところも見つけられたりしていいのよね。ベトナム多分ね、この辺り夜の1時ぐらいだったら多分バイク何にも通らないと思うんで、結構ね幻想的になると思いますよ。ボイニアだからなんかカラオケ屋さんっぽいね。そう、こういうのは夜も結構ガンガンのなるからね。そう、ああいうところの隣とかに住んだりとか、隣とかだと壁伝いで音がなあの来るから、結構夜ねきついですからね寝るとき。お、また犬がいるわ。彼も白いな。彼はすごいいい匂いがしますね。うわ、すごいふわふわしてるわ。僕みたいだ。舌は汚いぞお前。うん？すごいね君、ふわふわしてるな。うわ、しつけがなってるね。モフモフ触らせてくれよ。モフモフを触らせてくれよ。明日仕事なんだよ俺。モフモフを触らせ、何？だからモフ、いた、あの、いや何お前。モフモフを触らせろお前。よっしゃー、いいなぁ。明日も来るわ君に会いに。名前なんて言うんだお前は。名前はなんて言うんだお前。やめろ。
ここすごいな。ものすごい繁盛店じゃないの。私も雇ってもらえないかしら。まあ、皆さんこうバイクの音が聞こえると思うんですけど、そんなに人通りはないんですよね。バイクの通りもそこまでないんでね、あれなんですけど、まあまあそんな、なんだろうな、ヤンキーがうんこ座りして座ってるわけでもないしさ、そんなにこういった通りでも危険な感じはしないんだけどね。眠たくなってきてから、もうこの辺りでちょっと布団引いて寝たいね。ここもあれだわ、カラオケっぽいところだわ。そう、こういうところがね、至る所に街中ありますからね。まあ、マンションとかね、まあ、いいところに住む人は別ですけど、こういうなんかローカルの田舎のところ、田舎っていうかまあ郊外のところに住む方はね、絶対にね、夜あと週末ね、その家を確認してくださいね。この音、何、どこから来てくるよ。もう10時15分過ぎてるのに、このカラオケやばいでしょ。もうここに住んでたらもう俺殴り込み行くかもしれないね。静かにしてくださいって、もうあの北の国からのね、お父さんみたい な、まだ10時15分でしょうがっつって。そう、まあ、先ほども言った通りね、ほんと家、ベトナムで家探すときはね、ほんとね、まあ、日本もそうかもしれないですけど、週末とね、夜は絶対に部屋見た方がいいですからね。お、こちらファンバンハイ来たか。ファンバンハイ通りはね、力ありますよ、この通り。高級食べてるんだ。多分1杯2万5000ドンとかでね、売ってますよ、それはここはね。おばあちゃんがこうやってさ、お店出して。ちょっとあの、スムージー飲んで帰ろうか、そしたら。すげえ混んでるなあそこ。僕がねよく行くスムージー屋さんがあるんですけどね、うまいんですけどね、時間帯によっては混んでるんでね。よし、ちょっとあのね、いかつい兄ちゃんがいるんでね、私の友達。ハローアヌイ、ハローアヌイ、シントーザオニ。彼はね、もうあの明るくて元気な兄貴です。タトゥー入ってますけどね、聞いたらね、片腕で11千万ドンって言ってましたね。だから2つあのタトゥーが入ってるんで2千万ドン、だいたい10万ちょっとかな。今回私着てるね、このシャツね、バンミー T シャツになってます。前も着ましたけどね。ご興味ある方はぜひね、買ってみてください。あ、カムン、はい、いただきます。うんめー、あのお兄ちゃんいい仕事するわ。ここ2万5000ドンだけど、ちょっとチップ払いますよ、5000ドン。うまい。ちょっとここ高めなんですよ、2万5000ドン。だいたいね、2万ドンぐらいかな、いちごのスムージーだと。まあね、宝くじの人が売りに来たんで買いましたね。5万ドン、全部同じ数字。1等は2億ドンだから、まあ1000万ちょっとですね。当たったらもうすぐ辞めますよ、僕会社。彼もこのスムージー屋さんで働いてます。まあ、ベトナムはね、こうやってあのカフェでもレストランでもこういったところでもね、毎日通えばね、こう顔見知りになって、まあ、ベトナム語話せなくてもこうボディーランゲージでね、友達になっていろいろね、向こうも気遣ってくれたりすることもありますからね。ベトナム来たらもう馴染みの店、ローカルの店を見つけるっていうのは非常にいいですよね。ボスが来た、ボスが。もう怖いでしょう、もうジャイアン並みでしょう。でも心は優しいですからね。ごちそうさま。お客さん来るね、ここは。僕もできたらちょっとあの弟子になりたいね。カモン。いやいやいや、いや、彼にもあげて、彼にもあげるわ。よし、ごちそうさまでした。行きましょう。いいね。うわ、懐かしいね。ここ何売ってんだろう。これちょっと俺もスムージー飲めないわ、お腹いっぱい。ハローハロー。ノリがいいね。豆乳屋さんか、スムージー屋さんかでもな。
混んでるね。今回はね、私の仕事終わりの飯とね、まあ、あの飲みということでね、その後まあ外に出たりして、あまりこう統一感のない動画になってしまってね、次回はねベトナムの飯動画、もしくはねベトナムの何かしらの文化お伝えしたいと思っておりますのでね、皆さんご期待ください。それではね、ご視聴いただきありがとうございました。ホーチミンの夜から、さようなら。やる気、元気、活気、頑張ります。